皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今回はですね、アメリカで投資家がですね、大リーグ大谷選手らを、提訴したという、記事を紹介したいと思います。で、まあこの前ですよね、本当最近暗号資産、仮想通貨の大手交換所 FTX トレーディングの経営破綻で、損害を受けた投資家らが、16日までに、同社の宣伝に関わった有名人にも賠償責任があるとして、大リーグエンゼルスの大谷選手とか、女子テニスの大坂なおみ選手らを、アメリカの裁判所で、提訴したという記事があります。で、まあ普通に考えれば、日本的な、ね、感覚でいけば、もう言いがかりっていう感じで、まあ全然大谷選手が悪いわけではないと、自分は思うんですけど、ただアメリカの裁判って結構こう意外なというかね、ちょっと日本人感覚じゃないところで、決着つくみたいなところがあるのが、怖いなっていう感じがあります。過去の、有名なのでいくとね、マクドナルドがコーヒーを、こぼしてしまって、その時にいた子供ですかねが、やけどをしてしまったということで、蓋をしてなかったとか、熱いものならもっとその熱いってちゃんと危険だみたいに書いてくれみたいなことでですね、裁判して結局、3億円とかだったと思うんですけど、賠償というか、なんか払ったみたいな、昔ありましたよね、マクドナルドコーヒー事件みたいな。そういう感じで、ちょっと何が起こるかわからないじゃないですけど、どう考えても別に大谷選手も被害者なんですけど、そこら辺はちょっと怖いなという印象です。で、この後、SNS で、ね、皆さんの反応を見ていきたいんですけど、そこの中でもありますけど、大谷選手がその FTX の広告料ですよね。だから収入、そこの広告費を、現金じゃなくて、その暗号資産、このだから FTX のお金でもらってたんじゃないかなって、仮想通貨でもらってたんじゃないかみたいなのがあるんで、そうすると実質ノーギャラになりますよね。潰れちゃってるから。っていうことなのかなって思いますが、だからノーギャラで仕事をした挙句、マイナスの印象とか訴えられるって考えると、本当にとんでもない会社だなって感じですね、ここね。だからそれなりにやっぱ潰れたから終わりですとかじゃなくて、やっぱある程度銀行とかね、その人のお金を預かるような、ところだったら、それなりに経営破綻とかしたとしてもね、その後しっかりこう賠償を負うようなシステムをかなり厳しくしていかないと、ちょっととりあえずやってみてダメだから潰れましたっていう、そこに預けてた人たちのお金っていう問題はやっぱ規模が違いますんでね、やっぱりしっかりした方がいいんじゃないかと思います。で、ここからはですね、このニュースに関しての皆さんの感想を見て終わりたいと思います。で、彼らも依頼された側だから関係ないんじゃないか、問題に巻き込まれた形かと、わかるよ、誰かに当たるしかない気持ち、八つ当たりしないとやってられないよなと。ただ訴える相手が、打ち返すプロだし、これは相手間違いましたね。これなんか不意打ちだからかな、なんかめちゃくちゃうまいなと思っちゃったんですよね。アメリカ厳しい世界ですね。宣伝で出ただけで訴えられるのは厳しいと。弁護士に対応をお願いしたり、裁判に出たり、苦労しそうですねと。それはかなり厳しいですよね。だから大谷選手って二刀流だから、ただでさえね、練習時間とか休憩時間がないのに、ここで、もし裁判勝ったとしても、対応ということでね、ものすごい時間を使うってなると、かなりの打撃だなっていう、だからその選手としてね、かなりの時間を取られてしまうなっていうことですね。やってることガーシーじゃんと。大谷選手のお給料が全額、仮想通貨ってどういうこと？テレビの誤報？
FTX のスポンサーになったことで支払われるお金が全額仮想通貨だったらしいですよと。破綻したんで何億も入るはずだったのに多分0円になりますねと。ひどい話ですと。とばっちりじゃんと。大谷翔平被告、過去28、むちゃくちゃ、どうなんだろうと。これ本人もしんどいだろうなと。裁判好きのアメリカらしい展開と。まあだから、いや大谷選手とか、その、広告出てた人に裁判をしたいとか、訴えたいっていう、まあ、八つ当たりっぽいですけどね。まあ、気持ちを汲んだとしても、まずはもっと、がっつり、その大元である FTX を、まず、取れるだけ取るというか、しっかり追及してからでいいんじゃないかなって思うんですね。その、出てた大谷選手とか、ね、広告の人に行く前に、まず大元の FTX がもう確実に全部悪いわけなんで、あのとことん賠償とかね、裁判とかしっかり、まずそこをやるべきなんじゃないかなって思っちゃうんですけどね。これは選手たちが FTX を訴えないとと、そして訴えた人たちのことも訴えるべきと。これだけ自分のネームバリュー、ブランドには気を使えってことで当然の判断。一般市民はイメージで左右されるからねと。逆に日本は広告に出る基準が緩すぎるんだよと。どうして経営破綻したか分かると、するべくしてしたか、大谷選手には反省してほしい。先を見据えて投資するのが投資家の出だろうに、大谷も大阪選手ですね、大阪直美選手も何一つ悪くないじゃんということで、はい、ということで今回はですね、大谷翔平選手、そしてテニスの大阪、直美さんですねが、FTX の広告に出ていたと、宣伝に関わっていたということで、アメリカで提訴されたというニュースを紹介させていただきました。よかったらですね、下の概要欄のところに自分がやっているツイッターのリンクありますので、よかったら、ツイッターフォローしていただいて、でよかったらですね、こちらのチャンネルも、登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。